あなたのハートに、ラブアローシュートー <laughs> 今のはなかなか決まってました。はあー、わああなたい、いつからそこにいたんですい、いるならいると言ってください。今のは、私とあなただけの秘密です。いいですか、うん、<laughs> それにしても、可愛い,い衣装に浮かれていたとはいえ、なんて恥ずかしい。もう、 決まってたとか言わないでください。本番ではやりませんよ。だって恥ずかしいじゃないですか。その、投げキッスは振付にあるので、あれは仕方なく。そうです。新しい衣装なんですから、小鳥のデザインしたこの衣装の話をしましょう。さすが小鳥、今回の衣装も最高の出来なんですよ。私の衣装は、 ノースリーブのジャケットとスカートという組み合わせですが、メンバーの数だけバリエーションがあるんです。同じ生地から全員の個性を引き出すデザインを起こせるのが小鳥のセンスなんですよね。本当にすごいです。そうそう、みんなの名前のバッジがついているのもこの衣装のポイントなんです。皆さんに名前を覚えてもらえるといいのですが。え さっきのセリフで自己紹介ダメです。あんなの恥ずかしくて、ライブどころじゃなくなってしまいます。め、別のセリフならなんとか、いいですか一度しか言いませんよ。そのだ海です。あなたのハートに。